テラノは日産自動車が製造、販売する SUV である。日本及び東南アジアを除く地域ではパスファインダーを名乗る。日本では2代目を最後に2002年に生産を終了した。ただし、海外向けのパスファインダーは新型へとモデルチェンジし、継続生産されている。3代目は2013年にダチアダスターの姉妹車で、インド及び ロシア市場向けの小型 SUV 連鎖モデルとして復活。したがって2代目までのモデルの後継者とは言い難い。モータースポーツモータースポーツ2013年8月20日、インドにて発表。9月1日から予約受付を行い、10月からデリバリーを開始する。価格は100万ルピーを下回る。新しいテラノはダチアダスターをベースとする小型 SUV で、 外観は前後デザインを大幅に変更し、内装もダッシュボードを一新するなど、ベース車と比べて、より上質感を持たせるものとした。生産は、ダスターと同様にチェーン内にある、ルノー、日産アライアンスのオラガダム工場にて行われる。2021年現在、インドでの販売は終えているが、ロシアで販売を続けている。ラテン語で、地球の意のテッラと股間を強める設備能の合成 地球のすべての道を自由に駆け巡る車の意味、ありがとうございます。